こんにちは、りゅうきです。今日もご質問にお答えしていきたいと思います。ではご質問をご紹介していきます。りゅうきさん、こんばんは。彼氏に浮気されたというか、元カノとだらだら二股交際が続いていたことが最近判明しました。もう元カノとは半年以上前に男女の関係は切れているのです。ですが、彼氏と彼女は同じコミュニティに所属しているので、毎週の土日は顔を合わせているのです。嫌でも顔を合わさなければならない状況です。それは理解できているのですが、毎週土日顔を合わせているからこそ、なかなか浮気を水に流すことができません。浮気をさらっと水に流せる方法があったら教えてください。このようなご質問をいただきました。ありがとうございます。そうですね、別に水に流さなくてもいいんじゃないでしょうか。流そうとすればするほど流せなかったりしませんか？なのでまずは自分の気持ちに嘘をつかずに、抑え込まず、そのまま感じ取って受け取ってあげることが大切かもしれません。当然彼に当たり散らしなさいというわけではありません。そのままその気持ちを大切にしてあげるのです。宇宙の法則では全ての現象に良い悪いはありません。その人の先入観を通してみて、良いとか悪いとかをつけているのですね。つまり感情も良い悪いはないのです。悪いとすると悪い世界を作ってしまうということです。だから悪いとしないようにすることですね。悪いとして流さなくてもいいということです。その気持ちが実在するのに、その気持ちを否定して、その気持ちを流そうとしないことです。流そうとすればするほど、この怒っている自分ですね、そんな自分を否定していることにつながります。つまり自己否定が強くなるということです。すると現実は心の中の状態、心の中の投影ですね。なので、あなたが自分を自分で否定すればするほど、あなたには否定されるような出来事がやってくるということになります。なのでまずは自分を自分で否定しないようにしてください。そんな怒りの感情を持っている自分を否定しないということです。悔しいとかイライラするとか、腹が立つとか、ムカつくとか、このような感情が出る自分を否定しないということですね。否定しないとはどういうことかというと、その感情をプレゼンスしていくということです。紙に書いてあげるのも OK です。感情は出るものだからです。完璧に抑え込むことなんてできないのです。汗と同じ感じです。汗も抑え込もうとしても出てしまいますよね。ただ汗も出してしまえば徐々に収まってきます。スポーツなんかしてる時もそうですよね。バーって汗かいて少しの間経てば汗も、収まってきたりします。感情も同じような感じなのですね。出してしまえば収まってくるのです。だから怒りの感情もなかったことにして流そうとせずに、一旦プレゼンスさせてみてください。その怒りを感じている自分を良しとしてあげるということです。これを習慣化できるようになると、エネルギーの詰まりが取れてきます。エネルギーが循環してくるということです。するとエネルギーがスムーズに流れるので、エネルギーが澄んでくるんですね。水も流さずにそのまま置いておくと腐ってきますよね。でも水も流してあげるときれいな水が流れてきます。エネルギーもこのような感じなのです。そしてあなたの中に澄んだエネルギーが流れてくるようになれば、心の中が浄化されてきます。そして心の中が浄化されてくれば、現実はあなたの心の中の鏡なので、現実もどんどん浄化してきます。すると怒りが出ない現実があなたの目の前に現れてくる、このようになってきます。それは例えば彼がコミュニティを離れるようになるかもしれないし、彼女の方が去っていくかもしれません、例えばですが。もしくはあなたがもっと自分に自信がついてきて、彼と元カノが一緒のコミュニティにいることが全く気にならなくなるかもしれません。そんな怒りがない現実が起こってくるのですね。心と外の状態は一体だからです。
境界線がないんですね。これが宇宙の法則でいうワンネスっていう状態です。なのでこのように怒りがある場合はその感情を無理に流そうとせずに一旦自分の中で良しとしてあげてプレゼンスさせるようにしてみてください。その感情を感じている自分を悪いとしないということです。すると徐々にその怒りの感情が汗のように収まってきます。そうするとエネルギーの詰まりも取れてエネルギーが循環することで浄化されて心の中が綺麗な状態になってきます。心の中が綺麗になると同時に現実の方も綺麗になってくるということです。ぜひ参考にしてください。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。あなたの幸せを心よりお祈りしております。